はい、今回はビートボックスを超絶うまいんですよね。はい、全然喋んないんですよ。ビートボックスうまいから喉を痛めないようにちゃんと喉のケアをしているんです。はい、だから普通は喋りません。じゃあやってもらいたいと思います。それでは3、2、1。おお、素晴らしい、素晴らしすぎますよ。さすが師匠ですね。口をね閉じたまま、ヒカキンさんのモノマネをしながらビートボックスをするっていう、ね、声マネプラス腹話術っていう。しかもビートボックス一国を超えています。さすが師匠ですね。じゃあね、本田得意技の2、1。おお、素晴らしい。